ビーザーインスピレーション。皆さん、こんにちは。中川年度も残すこと、あとわずかになりました。皆さんはお元気にロータリーライフを過ごしていますか？ガバナーはまだまだ案外忙しく、いろいろ活動しています。先日は小林年度地区研修協議会で挨拶をした後、韓国友好地区第3770地区の地区大会に参加し、ご挨拶をして帰国しました。翌日、2570地区の地区大会に出席し、その後、屋久島でのライラ研修に参加するというハードなスケジュールを終えてきました。大変な日程でしたが、充実した3日間でした。特に屋久島のライラ研修では、参加した皆さんの熱心な研修の姿に感動しました。わずか2泊3日の研修でしたが、我がリーダーとして自覚が芽生えたのではないでしょうか。5月12日に行われたライラ研修修了式では、映像による素晴らしい研修報告をしていただきました。若い人たちのポテンシャルの高さに大変感服いたしました。先月のガバナー月誌で2年度米山小学生を特集しましたが、5月12日には入学式が行われました。皆さん、晴れ晴れとしたいい顔をしていました。新米山小学生の皆さんには、これから祖国と日本の架け橋となるべく、しっかりといろいろな行事に参加して、日本を、ロータリーをよく知っていただきたいと期待しております。セラクラブ、カウンセラーの皆さん、学生のお世話、よろしくお願いいたします。去年来日した青少年交換留学生も、日本の入学生活をすっかり満喫し、そろそろ母校へ帰る準備を始めています。1年間大きな事故もなく、充実した日々を過ごせましたことに、セラクラブの皆様、ホストファミリーの皆様に厚く感謝申し上げます。ありがとうございました。そして、今月、留学生の皆さんが、昭和の大凧揚げ祭りで、ガバナーの大凧を揚げてくれました。晴れ渡る令和の大空に、見事にガバナー凧が舞いました。とても誇らしい気分です。交換留学生の皆様はじめ、凧を揚げてくれた多くの皆様に感謝します。一生の思い出になりました。今年度は、ロッククラブの周年記念行事、祝賀会にご招待されました。川口ロータリークラブの60周年、埼玉欅ロータリークラブの15周年、三郷ロータリークラブ40周年、春日部イブニングロータリークラブ25周年、浦和ロータリークラブ65周年、越谷南ロータリークラブ45周年、節目節目に過去を振り返り、歩んできた道を確認し、未来へ向けてみんなで祝う周年行事は改めて素晴らしい行事だと感じました。どのクラブも盛大で楽しい記念祝賀会でした。心よりお祝い申し上げます。これからのますますのご発展をお祈り申し上げます。さて、これから中川丸は最後の飛行地、ハンブルクに向けて出航します。230名の地区リーダーの皆さんと国際大会に参加してきます。ハンブルクで世界中のガバナーと再会してきます。ジョインリーダーズ。Exchange ideas. Take action. さて、このビデオが配信される頃には中川丸の航海も終わっていることでしょう。皆さん、1年間本当にありがとうございました。おかげさまで、インスピレーションあふれる素晴らしい1年間を過ごさせていただきました。心より御礼申し上げます。皆様のクラブが活性化され、すべてのロータリアンがさらなる飛躍をされることを記念しています。ビーザーインスピレーション今日は最後です。私のホットスポットを紹介します。ここが私のホットスポットです。では行きましょう。さて、こんにちは。いや、ほっとしますね、ここ来ると。あ、飯野さん、どうも。どうも。どうも。
小林様でございます。どうも、いつもビデオ撮りやっても終わりました。どうも、どうも、よかった、うん、ありがとうございます。ほっとして、ホットスポットでいっぱい飲んでご一緒にどうぞ。すいません、今じゃあいつものホットスポット一杯、はい、お願いします、はい。お世話になりました。どうも、無事無事ってのがいいですね。まだ1ヶ月あります。まだ1ヶ月ありま す、ね、頑張ります。そうハウスホールドフラッシュアイスにホッとする一時になどうも、どうも、皆さん、ありがとうございました。お世話になりました。はい。はい。